はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。はい、ということで本日はね、ドローンのご紹介になります。僕のことをね、ドローンで知っていただいた方っていうのもね、いるとは思うんですけども、最近はドローンを飛ばす機会もね、ちょっと少なくなってきてしまったので、ドローン関連の動画っていうのをね、上げることはなかったんですけども、ここでね、久々ドローンのご紹介になります。まあ、過去にね、DJI のテローに始まり、マイクロドローン 4.0、 そして、マビックミニ、そして、DJI ミニ2、マビック2プロですね、そちら、様々ドローンを触ってきたんですけども、今回ご紹介していく商品はこちらです。じゃじゃん、こちらなんと DJI マビック3シネになります。はい、ということで来ましたよ。もう最近ね、 DJI さんから発売された、まあ、最新型のねドローンでございます。いやー、恐ろしい恐ろしい、ちょっと持ってるのも恐ろしいぐらいすごい機体なんですけども、今日はねこちらを見ていきたいと思います。まあ、発売前から結構ねいろいろ噂出てたと思うんですけども、もうまさにね噂通りこのドローンすごいです。今回はマビック3シネのプレミアムコンボ版をねご紹介していこうかなと思います。で、他にも、まあ、通常版とフライマーコンボ版っていうのがあるんですけども、実はこのシネモデルに関しては他の通常版とフライマーコンボ版と、違う部分っていうのがあるんですよね。まあ、一般的にはオプションだけがね変わるような形にはなってるんですけども、今回のこの通常版、フライマーコンボ版、そしてこのマビック3シネプレミアムコンボ版に関してはなんとオプションだけじゃなく本体の性能も違います。なので今日はそちらをね見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでこちらマビック3シネになります。今ねカバーがついてるので、まずこれ外していきましょう。パカッと外すとねこんな感じで撮れます。このカバーいいですよね。これはもう標準でついてますんで、さすがにね高額なドローンですんでね、ちょっと価格の安いものだとこのガードがついてなかったりするんですけど、これは全部ついてますね。はい、じゃあ出てきました。広げていきましょう。開けるとこんな感じ、いかがでしょうか。さすがにでかい。まずねこう重さですね。重さの方がですね、マビック3シネが 899g になっています。でこれ実はマビック3普通のね通常版とフライマーコンボ版だと 895g になってます。なので 4g だけね差があるんですよ。この 4g っていうのがね何の差になるかっていうのはちょっと分かんないんですけども、まあ、若干こちらが 4g 重いということですね。まあ、その分ね機能が何かしら追加されているということですね。じゃあ次見ていくのがこちら、3分の4インチ CMOS センサーのハッセルブラッドカメラを搭載しているので、今までね使われてたドローンとはちょっと映像のね質が違うといった感じになってますね。でこの使ってるセンサーっていうのが、まあ、いわゆるフォーサーズという、マイクロフォーサーズとかっていうね一眼ミラーレスとかでも使われている、まあ、フォーサーズセンサーを搭載しているので、やはりねこう暗所とかでのねノイズっていうのも強くなりますね。でそのおかげで、まあ、ダイナミックレンジっていうのもよりねこう幅広くなっているので、綺麗な映像を撮影することが可能になっています。で解像度の方が、まあ、静止画で2000万画素、動画の方が 5.1K の 50fps で、 4K の方が 120p まで撮影可能になっています。でそしてなんと 10bit で D-Log カラープロファイルに対応しています。なので色のこうグラデーションの幅っていうのが最大でね10億種類ぐらいね、記録することができます。そのねハッセルブラッドカメラの上に実はもう一つねカメラがついています。でこちらの方がですね、まあ、DJI の独自開発された、まあ、望遠カメラっていうのを搭載しています。でプロポ側で、まあ、探索モードっていうのをね選べるんですけども、そちら切り替えてもらうと最大28倍のデジタルズームが使えます。でそしてですねこちら、はい、バッテリーになりますね。でこれは、シネモデルだと3本同梱されています。でフライモアコンボ版も3本ついてるんですけども、通常版はね1本だけとなっています。でこの1つのバッテリーで最大ね46分まで飛行が可能になっていますね。まあ、正直今まで僕が使ってきた、マビックミニだったり
ミニ2だったりっていうのは十数分しか飛ばせないので、飛ばしていてね、アングルを探している最中でもうバッテリーが結構ね残り少なくなったりするんですよ。そうすると安心して撮影ができなくて時間に追われることになると、そういったことがね結構頻繁にあったんですよね。ですがこちらはね最大46分まで飛べるということなので、かなりアングルを探しながらでも安心して撮影することができます。で次が伝送システムになります。でこちらも、進化してまして、今まではね多分オキュシンクっていう名前のものだったんですけど、今回ね O3 プラスという伝送システムが採用されています。最大15キロの伝送距離になっています。で日本国内だとどうやら8キロまでということみたいですね。なので、まあ、8キロでも十分なんですけども、まあ、通信がね途切れるってことが少なくなりました。で、まあ、そのおかげでかなりスムーズにね安定した飛行を実現してくれます。そしてですね次センサーですね。センサーの方が全方位障害物センサーっていうのがついてまして、まず上にね2つで、そしてですねここにも斜めにね2つついています。これのおかげで、まあ、真横までじゃなく後ろの方までね障害物を感知してくれるという感じですね。でそして正面、はい、こちらにも同様に斜めにセンサーがついています。裏の方も、下に2つセンサーがついていますね。地面だったり下にある障害物っていうのを感知することができます。でこれだけのセンサーがついているので、まあ、前後左右どの方向からでも障害物っていうのを感知して、プロポの方のね、画面にどの方向に障害物がありますよっていうのと、あとアラートでね教えてくれます。なのでプロポの画面をね見ていればどちら側が危険なのかっていうこともまあ分かるようになっています。自動追尾機能、まあ、アクティブトラッキングっていうのもあるんですけども、そちら使っていただくと、まあ、人物をね追ってくれるんですよね。追ってくれるんですけども、その時にもこのセンサーは、うまく働いてくれてまして、ちゃんと障害物があるとそれを避けて安全なルートっていうのを自動で確保して動いてくれます。勝手にこう安全なルートを探して、人物を追い続けてくれます。なのでその機能っていうのもすごいですね。で次にまあ映像部分になるんですけども、 Mavic 3 Cine は Apple の ProRes422HQ コーデックに対応してます。でこれは他のね通常版とフライマーコンボ版には搭載されていません。シネ版のみになっています。でまあ、プロレスっていうのがね何かというと、まあ、撮影時の映像形式になるんですけども、高圧縮率でファイルサイズっていうのを小さくできるんですが、まあ、高い映像品質っていうのをそのまま保つことができる映像形式になります。で、まあ、繰り返しレンダリングを行ったりする場合っていうのは、まあ、劣化が少ないということで、まあ、テレビ業界だったり、まあ、音楽業界ミュージックビデオなんかでねよく採用されています。でこのあたりがやっぱり通常版とフライマーコンボ版との違いになりますよね。なのでシネモデルがまあプロ版だっていうのはまあそういうところにあります。そしてですね、こちらなんと内蔵 SSD ついてます。あの通常版にもフライマーコンボ版にも内蔵 SSD ついてるんですけど、通常版フライマーコンボ版ともに 8GB になってますが、このシネ版に関してはなんと 1TB 積んでます。なので SD の容量を気にせずにもう内部ストレージにそのまま保存しちゃえば十分多くの映像っていうのを SD カードなしで撮影することができます。で僕もこれ何度かね飛ばさせてもらってるんですけど、このバッテリーをね、まあ、最大46分使えるということで、まあ、フルで使って、4K 撮影、もう8ギガは到底足りる量じゃないんですよ、まあ、実際これをね、数十分飛ばしてほぼほぼずっと回しっぱなしにすると、やっぱ最低でも30ギガ40ギガっていうのは当たり前にね収録することになるんですよ。でそうなると、まあ、やはり8ギガだとちょっと内部ストレージとしては少ないですが、この1テラシネバージョンになってくるともうその辺もね全然余裕でガンガン撮影できるっていう感じなので、まあ、SD カード忘れちゃって撮影できないよっていうこともなくなりそうですね。はい、続きましてこちらですね、プロポになります。ちょっとこれ横置いておきます。このプロポがめちゃめちゃいい。まあモニター付きになってまして、まあ、小さいねドローンだったりするとスマートフォンをつけて使ってたんですけども、これに関しては、はい、モニターがついています。しかもものすごく視認性がいいです。屋外で使っても問題なく綺麗に見えます。それぐらいね輝度が高いです。でプロポに使われているこのスティックですね、こちらが裏側についててこう前に取り付けれるようになるんですけど、はい、こんな感じ。このスティックがねめちゃめちゃやりやすいんですよ。
まあ、過去ね発売されている DJI FPV っていうドローンがあるんですけど、そちらのコントローラーと同じものが採用されています。でこれもシネ版のみになっています。通常版フライマーコンボ版は DJI ミニ2と同じコントローラーになるのかな。外観は DJI ミニ2と同じような形状になっているので、シネ版のみこの RC プロが同梱されています。でこの RC プロに関しては一応単品でも購入することは可能になってます。なんですけど、ただまあね、後々買うよりは、まあできれば一緒に買っておいた方がいいかなとは思います。なのでこうシネ版を選ぶことで、これも一緒についてくるという感じになってます。はい、ということで Mavic 3シネ外観基本性能ご紹介以上になります。はい、ということでね、ずらずらっとお話の方させていただきましたけども、やっぱりね、映像を見てなんぼだと思いますよね。なので次映像の方ご覧いただきたいと思います。それでは撮影してきた映像をご覧になってください。どうぞ。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや映像めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。まあ、正直これね、撮ってる最中からもうすでに今までのドローンとちょっと違うなっていうのは感じてたんですよ。まあ、もちろんプロポも、すごくね、機能がいいので見やすい、視認性が良かったのでそう感じる部分もあったかもしれないんですけど、やはり出てくる絵っていうのが10ビットの D ログに対応してたりするので、もうやはり色合いっていうのが8ビットと明らかに違うんですよね。なのでそういった部分も大きく関係してるかなと思います。で今回撮ったものに関しては基本的にはもうデフォルトのオート撮影になります。なのでシャッタースピードも若干ね、パラパラした部分あったかなと思うんですけども、こうカラグレーカラコレしなくてもあれだけ綺麗なものが出せるっていうのは、やはりこのカメラの性能っていうのがねすごいなと感じます。今までのドローンはセンサーが小さいものが多かったんですけども、まあ、こちらのねカメラに関しては3分の4インチのハッセルブラッドカメラということで、もうそのねクオリティっていうのを存分に引き出してるなと思います。でそんなね、いろいろともうベタ褒めな Mavic 3 シネなんですけども、まあ、ちょっと気になった部分もやっぱりありました。なのでそちらを少しだけねご紹介していこうと思います。気になったところはね、やっぱり58万円という価格、これはもう高いですよね。これはもう高い以外何とも言えないんですけども、はい、ただ58万以上の、まあ、その金額のクオリティは十分引き出せるかなと思います。もう仕事で使うならすぐね、ペイできてしまうぐらいなものだなと思いました。そしてですね、次がですね、内蔵 SSD になってるんですけど、データをねここからケーブルをつないでパソコンの方に取り込むことができるんですけど、実はですねこれ電源つけないと SSD 対応しないんですよね。なので、データをね内部収録した後に家帰ってきてパソコンに取り込もうと思うと、まあ、一度ね羽を開いて起動させて、でそれから線をつないで取り込むという形になるので、できればね羽を畳んで電源つけなくてもデータがね取れたらよかったなとは思います。であとですね、こちらプロポに関してなんですけど、
はい、こちら RC プロになるんですけど、ものすごいいいです。ものすごいいいんですけど、こう使ってる時にね、これ僕の使い方も悪いと思います。あの寒い時ってグローブつけて操縦するんですよ。でその時にここね、このカメラのアングル変えるところがあって、これを触ってる時にここ実はレックボタンついてるんですよ。このレックボタンを知らず知らずのうちに押しちゃってて、録画できてないっていうことが3回ぐらいありました。実際ね、10分ぐらい飛ばしていて、よしもう終わろうと思って機体をね着陸させて、よし切ろう、ポチって切ったら録画が始まったんですよ。その10分間、まあ、スタートしてからここをね触ってしまって録画切れちゃったっていうことが3回ぐらいあったので、なのでちょっとねこの位置が個人的には僕には慣れない位置かなと思いました。特にグローブとかはめてるとちょっとかさばってる分、少しねこうピッと触って当たってしまったりとかっていうのがあったので、ここはね少し僕の中では使いづらさ感じる部分でしたね。はい、ただそれ以外に関してはもう問題なし。なんだったら僕はもうあのスマホでの操縦っていうのはしたくないぐらい、これめちゃめちゃ使いやすかったです。なので、これ単品でもね買えるんで、よかったら、そちらもねチェックしてみてください。はい、ということで本日はこちらのねマビック3シネ見ていきました。いかがだったでしょうか。これからねドローンちょっと気になるなっていう方、よろしければ一度ね、高いですけどチェックしてみてください。まあ、下手にねこう安いものを買ってちょっと満足できずに終わってしまうよりは、しっかりとした価格でしっかりとした性能を持ったこういったねマビック3シネのようなものを購入いただいた方が、これからのねドローンライフっていうのはすごく楽しいものになるんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はマビック3シネご紹介していきました。この動画参考になりましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではミッチーでした。バイバイ。